Hey guys! モンスターション TV! 今回はルフィ君が戦った映画ボスと麦わらの一味が戦ったらどうなるのかということで、ジンベエ編やっていきたいなと思います。元桜花四部会ということで、彼がもしもこの映画で出てきたボスたちと戦ったらどうなるのかということでまとめてきました。早速やっていきたいなと思います。まずはエルドラゴン戦ったらどうなるのかということで、一瞬で終わります。本当に一瞬で終わります。見聞もあるわけだし、ジンベエさんって武装見聞あるんだよね。で、彼の攻撃力ってマジで半端ないんで、仮にゴエゴエをかまします。見聞使う必要もないよね、あんなの。普通に呪い。マジで呪い。見聞使うとかじゃなくて単純に、うわっ遅っって言って、もう近づいていて、よいしょよいしょよいしょ、インカサーらしいって、もうそれで終わり。ということで、もう相手になりません。そして続いてベアキング。はい、ベアキングも余裕ですね。怖いのは奴って熱くなれるんで、その硬くなって熱くなるっていうね。でも徐々にこう熱くなっていくわけだから、正直そんなもの関係ねえし、なんなら武装あるからね。鉄のコードがあろうが、武装でドーン内部破壊かますからね。終わりです。ベアキングもどうしようもございません。これがクマモンだったらもしかしたらいうところだね。そして続いてバトラー伯爵ですね。暴れるだけの動物、もう暴れるくんですね。何のことはない、こんな汚いチョッパー一瞬で終わりです。そして続いてガスパーデですね。ガスパーデも余裕です。はい、もうこれは言うのであればカリブーみたいなもんですね。ロギア手に入れて、うは俺強くさくさくさってやってるのが新世界に入ってきて亀にボコられるっていう、そんな感じですね。はい、ジンベエさんに余裕でその感覚でボコられます。ロギアなのかパラミシアなのか、はっきりせえ、ボーン本当にそんな感じで余裕でぶっ殺されると思いますね。はい、もう無理です。そして続いてサガですね。サガに関しても余裕なのかなと思いますね。地元で名を上げた剣士っていう感覚じゃないですかね。はい、普通にミホークとゾロの感じじゃないですか。あ、強いですねみたいな。地元で強いのはわかるんですけど、ここどこかわかってますみたいな。させんしたみたいな、そんな感じ。すいませんでしたってなればいいんだけど、ならなければワンパンザラシ本当にそんな感じで余裕で瞬殺されるんじゃないかなと思います。はい、これが四部会です。はい、本当にもう敵がかわいそうになるレベルなのかなと思います。そして続いてラチェットでございますね。ラチェットに関しても余裕ですね。手も足も出ないのかなと思います。ロボットになったところで全部攻撃避けて避けて避けてズドーン終わりですね。はい、これはもう言うこと特にないです。そして続いて四季、ここからがちょっとね大変ですね。これも見てみたい戦いなのかなというふうにも思うんですけども、海での戦いならば、まあ、うまいこと相手も浮いてるだろうから、まず難しいけども、まあ、撃ち落とすことはできるのかもしれないね。逆に相手からのその攻撃って何もできないからさ、まあ、もしかしたら海をね、ああいうライオンちゃんに変えて攻撃をかましてくるってこともできるかもしれない。イコール海をライオンにしてぶつけてくるっていうその衝撃技っていうことでは攻撃をかますことはできる。できるかもしれないけども、それ厄介だなと思ったら海面にいなきゃいいやんっていうところでは、潜ってそこからひたすらバコーンバコーン言うて撃ち続けるっていうね。そういう風にやれば何のことはないのかな。片手でやる必要もねえじゃん。ひたすらもうズドドドドドドドってもうやってればさ、どれかは当たるよねっていうところでは、まあちょっと四季は海での戦いになったら、うん、勝てないのか、もしくは勝負つかずで終わるのかなと思います。じゃあ陸上ならどうなのかっていうと、ジンベエさん本当にね埋められて終わりっすね。マジで埋められますね。もちろんそうならずにいい戦いをかますこともね、あるかもしれないし、まあ一応元ロックス海賊団っていうのも考えていくと、いい戦いをする可能性は十分にあります。はい、ロックス海賊団とはいえども、まあそこから散って四皇になっているわけじゃないですか。だからそれぐらいの力を有しているってことなんですよ。で、ジンベエさんは四部海クラスの力であり、さらにはその四皇の技を止めるだけの力を持っているってことは、もう一段階二段階レベル上がれば、まあ四皇に匹敵する力を持てる。さらにはまあその当時でいうロックス海賊団に匹敵する力を持てるって考えるのが正解なんですよ。なのでいい戦いはできるかもしれない。最後はまあ刺身にされるのかなっていう、まあ、そんな感じですね。はい、でももうちょっとレベル上がれば式にも勝てんのかなっていうところでは、通常でやり合ってもまあ厳しいところはありつつの埋められて終わりなのかなとも思います。まあ普通に考えればルフィ君であの当時で倒せたんで余裕でしょうって思うかもしれないですけども、正直俺はあの勝ち方を認めてないんでほとんどの人はそうだと思いますよ。あれはあくまでその一つの演出として、あのルフィ君が勝っただけで、何がどうひっくり返ようがあれは勝てません。本当に。ゼファー先生も、まあ、俺は、
普通であれば勝てねえなと思ってんのも、なんで勝てたんだろうなって未だにハテナですもん。それはもう主人公補正、あとは映画だからね、あの決まった時間2時間以内に終わるんで、あの終わらせないといけないんで、必要なら毒殺でもして倒すと思うよ。っていうぐらいの流れがあるから勝てただけで正直俺は認めてません。はい、あれは絶対勝てないです、あの当時で。はい、普通に俺は平等にじゃないな、どう言えばいいんだろうな、適正な判断、俺がなんかこれぐらいのレベルじゃねって言うと、ロックス海賊団だしっていう、確かに病弱になっていくとかもろもろ考えても、あの白ひげのおやすさんやぜ、あの普通に海軍本部であんだけ大暴れしたんだよ。まあ四季だって一人で乗り込んでるからね、海軍本部にね、であの反対させてっていうことをやってるわけだから、まあ普通に考えれば力はわかるわけでしょっていうことなんですよ。だから、普通に考えていくと、まあ、ジンベイさんは到底今は勝てないのかなと思います。そして続いてゼファー先生ということで、まあ、やはりポイントになるのがあの火力ですね。あの火力とスピード、キザルさんに匹敵するスピード、あのスピードからの高火力っていう風にかまされてしまうと、ジンベイさんもちょっとどうしようもないのかなと思います。まあ、見聞色があるんで対応できるかもしれないですけども、あの元海軍大将なんで見聞色ないわけないじゃん。だからただでさえジンベイさんより速いスピード持ってます、でそこにさらに見聞色も持ってますってなるわけだから、ジンベイさんが何をどうあがこうが攻撃当てられねえし、マジでサンドバッグになって終わりですねっていうところでは、まあ厳しいのかなと思います。そして続いてギルドテゾーロということで、まあここに関しては安定の初見殺しは避けられないのかなと思います。ただそれ以外に関しては水をね、ジンベイさんになれば使えるんで、その大気の水をね多少なりとも使うことができてしまうんで、そう考えれば、まあ、彼の黄金に対する対策っていうのも全然できるのかなと思います。まあ、ギルドテゾーロは後に出てきたとはいえども、前も言ったんだけども、そのゼファー先生たちより絶対雑魚だからね、あの強いけども勝てないから、で四季にも勝てないから、だから順番で言うと先に、ギルドテゾーロで、そこからのゼファー先生からの四季、そういう風に出ないといけないレベルですね。はい、っていうところでは、まあそんなに苦労することもなくジンベイさんボコれるのかなと思います。気になるのはまあ初見殺し、それをされてしまうと戦う以前の問題なのかなっていう風に思います。あと実際ジンベイさんもスピードはあるからね、さっきから呪いみたいな風に言ってるけど言うてあるんで、まあギルドテゾーロとどっこいだから普通にやればまあ覚醒してる分もあるんで、どっこいな戦いをしつつも最終的にはジンベイさんが勝つのかなっていう、そういったようなイメージかな。巨大化したところで関係ねえじゃん、ジンベイさんにとってはっていうところでは、まあジンベイさんが勝つのかなと思います。そして問題児ダグラスバレットですね、これに関しては余裕で無理です。もう結論からいくと無理です。もうサンドバッグです、本当にサンドバッグ。まあもしかしたら何発か攻撃を止めるっていうことはできるかもしれない。それもダグラスバレットの、まあ、まず試し撃ちのでかい本当に強い一発をなんとか止めれるかなみたいな、でそれをじゃあどんどん行くぜって言ってドンドンドン言ってかまされて、でさらにそれがパワーアップしていくみたいな、だからあんな巨大なロボットになってそれに超絶最強武装をぶちかましていく、まあ、だから今出てきてそのワンピースキャラの中でももう本当トップクラスの覇気の力を持っているのがダグラスバレットだからね、本当に5本の指に入るよ。それぐらい今出てる情報の中ではそれぐらいバレットの覇気ってやばいから、あんなでかいのに最強の覇気を込めてズドンやればもうジンベイさん本当に消し飛びますねっていう感じかな。まあちょっと遊びには付き合えるかなと、他の麦わらの一味だったらその遊びにも付き合えないと思うんですよ。まあサンジゾロだったらギリギリその遊びに付き合えるけど、やつのだけども他のメンバーだったらまあ無理ですね、本当にあのフランキーの時も言ったけどスクラップにされるレベルですね。でジンベイさんもまあ遊びになんとか付き合うことはできるけども最終的にはフルボコにされるのかななんていう風に思います。ということでやっていきましたけどもいかがでしたでしょうか。やはりダグラスマレットは言うのであればビッグマムとかカイドウ級なんだよね。ルフィ君は一人で結局倒せてないし、ルフィ君が普通に怠慢でやったらボコられてます。そういう風に考えていくとまだまだまあそこに関しては壁があるのかなっていう風に思います。で今回はシリーズとしてやってきました、アニメのボス、そして映画のボスとで、今回のまあ一応一つ映画のボスとしてね入れてないのはお祭り男爵、これもねなんか不明なんであえて入れてないっていうのと、エピソードオブシリーズ、まあそのクロコダイルとかいろいろとアニメの方と重複してしまうんで入れておりません。そこだけご了承いただけたらなと思います。ということでいかがでしたでしょうか。他にもこんな企画やってほしいっすみたいなのあったらぜひとも皆さんコメント欄に書いてください。 OK ですか。それではさようなります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラ、シートでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time!